今年っていうか、まあ、中コロナで中断してて、まあ、なんか関東一、関東一に人口まだ始まってそんな経ってないですし、まあ、コンディションを上げている段階の中ではまあ割と、まあ、徐々に、まあ、いい感じでは上がってきてるのかなっていう感じではあります。そうですね、やっぱその立ち上が今年の立ち上げの初めての練習ゲームに比べたら、まあ、だいぶ、まあ、選手もまあ入ってきたっていうのもありますけど、まあ、チームとしてちゃんと手応えないですけど、このまま、まあ、チームが成長していけば、まあ、昇格っていう目標は達成できるのかなっていう感じでは僕の中では思ってるんですけど、まあ、そこまで、まあ、チームとして、まあ、キャプテンとして持っていかなきゃいけないっていう、まあ、義務もありますし、まあ、そこは、はい、まあ、このプレシーズンの間に仕上げていきたいですね。僕としてはそうやって毎週毎週ゲームがある方がコンディション的には多分みんなそうだと思うんですけど、コンディションを維持だったり持っていくにはその毎週試合あった方がいいと思いますし、まあうちのチームに多分関しては相手がどうこうっていうよりも自分たちがどうサッカーできるかっていうのが大事なのかなとは思うので、まあ相手とか、まあ、目の前の練習ゲーム結果に一致しないで、まあ、ゲームの内容にこだわってやっていければいいのかなと思います。そうですね、まあ、個性的な選手がたくさん揃ってると思うので、はい、それをうまくチームとして融合して、見ている人たちが楽しめるような、サッカーをありがとうございます。ありがとうございます。前に持ってこれるんだったら、日夜のたまたまですが、ここに置けれるように。ありがとう。やった。
行けないよ。はいはいはい。以上です。はい。どうも、高田です。
よし。